ってるチャンネル。次はこの方でございまして、照明チーム代表、森井さん、はい、森に井戸の井で森井さん、はい、このマニピュレーターが森っていう子がいて、ややこしいんだよね、そうですね、森と森、はい、森、はい、ね、イケメンです。でも最近、デブになりやすい。はい、それは何？なんで？自粛デブ。自粛ですね、はい。やっぱりあれですか、林オフィスってすごい、はい、日本でもトップクラスの、その照明チームだけど、仕事がやっぱり減った。そうですね、現場もうちコンサート、いわゆるツアーをメインで回ってるので、うん、もうツアーはゼロでした。そうだよね、はい、他は誰やってんだっけ、マリコさんと、はい、松井さん、うわ、ユーミン、はい、ユーミンさん、はい、を主に。そうですね、もう他にもいっぱいやるんだよね。はい、あのね、はい、受注があればというか、はい、オファーがあればやる、はい、そうか、ユーミンさんもだってできないもんね、ツアーもできないし。そうですね、ね、はい、今年もうほとんどね、業界の人たちが大変でしたけど、はい、森井さんは、はい、どこにいるの、普段コンサートやってる時。客席の真ん中にいます。客席の真ん中ね、はい、あの PA 席があって、はい、こうね、音響卓があって、その隣に、はい、そうですね、はい、照明卓っていうのがあって、はい、今はさ、もう、あ、もうチーフじゃねえや、社長社長さ、さっきから出たそうなんだから、社長なんで社長、僕が出てたら出なくなるんですよね。社長、マンテルチャンネル、マンテルチャンネル、はい、社長来ましたよ、林オフィス、林さんです、もうね、泣く子も黙るね、もう業界のドンですよ、もう本当に、ドンの一人、はい、ね、はい、もう怖いですよ、もう前ね、リハが全部終わって、ゲネプロが終わって、ダメ出しがある時に、某、元の旦那が、が、ダンスの先生をやってて、それでヘンリーバンドプレイって言って、ね、マリコさんのステージって前半後半分かれて、その真ん中に僕らがいろんなパフォーマンスをするんだけど、その時も先生をやっていた人が、ステージがこの時は真っ暗で見えないですって言ったら、もうブチ切れて、ね、真っ暗じゃねえよ、この野郎、この野郎は言ってる、どこが真っ暗じゃ、この野郎、ブーッと、ほんまやってた、盛りすぎ、盛ってます、盛りすぎ。ね、あ、そんなことしてないけれど、はい、してない、ね、で真っ暗じゃないでしょと、はい、ちょっとちゃんとついてんだから、それ取り消せと、ね、怖いな、よく覚えてますね、覚えてるよ、もう怖いんだもんだって。その代わりフェラーリ乗ってんだよね、もう売っちゃいました。まあ、いや、ありますけど乗ってません。あ、乗ってない。いやね、もうね、すごいですよ、儲けちゃって。儲けてないですよ。え、林さんは、はい、現場っていうか、その、宅は触ったりしないでしょ、今。しないですね。昔はもちろんやってたんですよ。はい、今はもう、はい、もうこう見てるだけ。はい、こう監督してるんで。監督してる。いや、監督してるだけですよ。あのね、高知出身で、はい、土佐のね、はい、怖い人だからね。はい、もう お酒なんかこうやって飲むからね。日本酒こうやって一生懸命こうやって飲むから、打ち上げてね。本当にね。豪快な人ですけど、はい、森井くんが、はい、その照明卓を実際にいじって、はい、ほら、昔のっていうか、皆さんを持ってる照明って、はい、知らない人がほとんどなんだけど、普通にこうやってやると思ってると思うの、こうやって。いまだにこうやってさ、はい、昔ほら、学校の体育館とかの横丁にあったみたいなやつで、こうやって、なんか色こうやってかけるみたいなさ、はい、回すと分かると何十年前の話ですかね。いや、だけどさ、はい、そんなデジタルでさ、はい、っていうのが、はい、今ほとんどそうなんでしょ。そうです、ね、ここ、はい、ね、ここで、あれは何、こう、なんていうんでしょう、プログラムをしとくわけ。はい、いや、プログラムをするんですよ、うん、するプログラムデザインして、うん、彼がプログラムをして、うん、っていう、こう、なんていうんですかね、夫婦じゃないですけど、できてるんですね。できてはないですよ。え、はい、じゃあ、その例えばこの楽曲があります、はい、それに合うような、これここにはこういう色の、はい、こんな感じの照明っていうのは林さんが決めて、 でそれをそのようにその機械に打ち込むのを森さんがやる、はいはい、で実際にそれは
あの、なんちゅうの、ライブでやるの、それとも押せばもう自動的にこうなっていくって感じなの？両方できますね。お、両方できます。まあでも、はい、マルクさんの場合はもう基本的に、まあ、こう1個ボタンを叩いて、うん、きっかけで、うん、あ、きっかけごとに押したりするんだ、はいはいはい。それはあれだ、クリックっていうか同期信号と一緒に同期されてるわけ。それもありますし、あとはもうその一つ一個場面を作ってこれを再生しろっていう、再生しなさい、再生しなさい、その繰り返しですね。イントロで押す、歌始まったらこれ、サビになったらこれ、そうすると照明がこう、そうですね、こう動いたりもするやつもそうなんですね。一番高い機材って何ですか？高い機材なんだろう、今 DV じゃないの、うん、え、DV？ DV じゃないで、AV でもない。AV あいつだよ。お前なんでいるんだよ、まだお前。もういいんだよ、お前は。いや、いいよ、いいんだよ。で、ウォッシュビーム。ウォッシュビームっていうのがあって、それの EV っていう。EV ね。いや、今回も使ってますよ。ど、例えばどうなんですか？まあ、なんか模様が出たりとか、うん、まあ、色はもちろん、あの、デザイン変わりますけど、無数に変わりますけど。まあ、あと広角になったり、ちっちゃくなったり。それは大きさ的にはどれぐらいだろう、まあ、あの、こういわゆる釣って高さにもよりますよね、こう広角を。上に釣ってあるの、はい、あ、上にあるんだじゃん、はい。でもって、あれって見えないところにあったりするよね。はい、ね、舞台、じゃ客席から上の方すぎて、はいはい、ね、で光だけがこう見えてるんだよね、はい。あれもあるでしょ、ムービングって言うんだっけ、はい。全てムービングですよ。あ、全てムービングか。今こういうやつはないの？ないですね。多分50年か60年くらい前の。でもさ、上のサスは手でやってるでしょ、あれ。サスって何ですか？ピン？ピン？あ、ピン、フォロースポット。ピンスポットですね。はい。あの、ほら、上の方で、そう、はい、俺も、はい、ステージから見るとさ、はい、上の方にいてさ、はい、で、なんか俺が、あの、喋ったりするときに、こう、パッと当たるじゃん。はい、あれは手でやってるでしょ？まあ、人がやってるけどね。はい、これ狙ってやってるんだよね。はい、で、動けば、こっち、こっち、こっち。そこにはいないんだ。僕は昔やりました。もちろん、はい。一番重要なのはやっぱりそこのタコにいてやる人な感じ。いや、みんな重要だろうです。そうですね。現地照明さんもいるの？います。マルコさんの現場は。はい。はい。どこに行っても。そうですね。各地方。何人ぐらいいるんですか？まあ、大体ツアーで4人、5人行ったら、まあ、それの同じぐらいの数を来ていただいて、一緒に作業する。こっちの東京から一緒にチームも4人ぐらい、はいはい、現地で集める人も4人ぐらい、はい、そうですね。それはその地方、例えば名古屋だったら、名古屋の現地照明が来る、そうですね、それ毎年同じなの、まあ、そうですね、大体決まってる、はい、決まってます。じゃあもう顔見知りというか、はい、なるほど、はい。だから現地さんというのがいるんですよ。だからそのね、全部が東京から回るというわけじゃなくて、足りない分は現地の人を、のスタッフさんをその地方地方で雇うというか、そうですね、お手伝いしてもらうっていうね、はい、はいはい。ではね、やらかした系をちょっと、はい、みんなに聞いてるんですよ。いや、つい最近やらかしてますからね、はい。いつでしょう、去年ですかね。去年のツアー、ツアーやらかしましたっけ？え、去年何やらかした？KLR っていうか、まあ、はい、まあ、それはやらかしたっていうのは、うん、まあ、怪我ですね。怪我です。怪我したの？はい。え、ここ、それを、そのせいで、はい、どうやって、どう、まあ、あの、いわゆるこうセッティングするために朝こうやってしかもセッティングするじゃないですか、で、まあ、その回る機材があったんです。スポットを釣って、うん、スポットとしては回る機材があったんですけど、うん、それをチェックするときに、うん、まあ、こう揺れないかとか、ちゃんとこう金具同士が繋がってるかとかチェックするのに、こうやって手をどけてます。うん、入れないかと思う。うん、そしたらそこでちょうどタイヤが通って、痛い。で、どうなったのって？4本粉砕。知らなかったでしょ。知らない、いつ、去年のいつ頃？一昨年。一昨年。はい。いや、知らないじゃん。前もなんか病気もしたよね。はい、肺の病気から。はい、ね、はい、2回やってます。傷だらけの人生だね、もう。え、今もの指はもうな、まあ、全然ありましたけど、はい、よかったよかった、はい、だから今、うん、その機材を使うときは、ね、5メーター以内に近寄らない。そうなんだ、
怖いね。怖い。もうヘルメットは絶対でしょ。絶対です。ですね、はい。ミュージシャンは舐めてるね。そんなことないと思いますけど。ミュージシャンみんなにスタッフにね、あの怒られるんだよね。お前らねって。3時ぐらいにのこのこやってきて、マロなんかさ、二日酔いだとか言ってさ、みんな朝9時からやってんのにさ、前の日12時とかまでやってんのにさ、マロとかもペロンペロンでさ、気持ち悪いとか言ってきてね、頭くっしょ。もうね、林さんも言っていいよ、ぶなぐっていいよ、もう。だってあの本番前になると、あの我々が飲むこのケータリングの、あのまあ、お水とかジュースが入ってるところにパッて見るとチューハイとかビールとかも入ってるんですけど、まあ、当然スタッフがそこにいるわけもなく、まあ、メンバーさん誰かが本番終わったら飲むんだろうなと思って犯人のマロです、はい、ね、はい、それはねみんなが言うスタッフさん全員が言うそれ、はい、うん、本当にひどい、はい、ね、林さんは、はい、もうこの業界何年ですか。48年ぐらい。今おいくつですか。いや、内緒です。でも、もう女子じゃないんだから女子忘れた。え、何歳の頃から10代。いや、僕はちょっと遅かったんですよね、始めるの。なんか、土佐でトランペット吹きだったんだよ、ね、そうです、ね、ミュージシャン目指してたんですけどね、さっぱり吹けないもんだから、うん、20超えてから20超えてからですよね、うん、照明をやり始めた。それは最初はどこかに会社というか。いやいや、あの結構最初はもうフリーランスで、それで会社を起こして。そうですね、うん、儲かっちゃって出られたってあの林さんのその48年の中で、うん、一番やらかしたの。やらかしたの、多分やらかしてることはあるんですけど、うん、まあまあバレないまんま終わらしちゃってる。なるほどそうか、言わなきゃ分かんないですもんね。分かんないですよ、ね、本人もね。だから結構さ、俺らって分からないんだよね。そうそうそう、当たってるのかどうか、はい、まあ、はい、正面から当たってれば分かるけれども、はい、そうじゃないと分かんないから、多少ずれてても分かんなかったりするんですよね。ありましたか、やっぱりこう本人が当てなきゃいけないのに当たってないとか、そんなのあるんですよね。いや、本来はないんですけど、あれいねえなっていうのがどこ行ったのみたいなじゃあそれはあの予測できない動き方をしたんだよ。はいはい、なるほどね。一応決め事があって、うん、ここに立ってますよ、うん、ポンと行ったら、あれいない、いない、どこ行ったっていう。なるほどなるほど。暗かったりしてね、割と暗めなところになっていて、本人がこの辺にいるはずだと思ってポッと当てたらいないっていうね。反対側にいたとか反対までは行ってないけど一番のは、本番前に、うん、誰かとは言いませんが、うん、一人いないんです、本番前。おう、どうなってんだっていうのは、まあ、まだ旅やってる頃だから、うんうん、どうしちゃったの、うん、っていう話でしたら、いや、いないんですよ、うん、探しに行ったら、うん、ある一人が、うん、風呂屋入ってたはぁ、シャワーでしょもう本番直前ですよ。え、時間間違えてたってこと。わかんないですね。え、ミュージシャン本人。本人ですけどすごいですね、はい、俺以上ですね。そうですね、俺本番はあんまいなくなったことないです、はいはい、リハイナー買ったことありますけどすいません、シャワー浴びてます。じゃあだいぶ押さなきゃダメですね。そうです。昔はやっぱあれですか、こういう手作業が多かったから。そうです、やっぱりこうミスも、今でもでも機械だけども、機械がミスすることある。機械の方が、まあ、ミス多いですね。そうなんだ。予測できないというか、エラーが起きた時に何が起こってるのか分からなかったですね。それは本番になっちゃったらどうするの、もう止めるの。まあコンピューターと一緒で一回こう仕切り直せば直ったりするんですけど、仕切り直す時間がないですよ、本番は。そうだよね、で、曲つなぎなんかになってたらね。はい、はい、じゃあどうなん、そのままこう、なかったな、こうやってずっとなって。僕分かりました、それも一昨年ですねあったよね、なんか回りっぱなしだそう。本番直前にチェックをしたら、いわゆるスポットの半分が動かなくなってしまって、でも本番始めちゃうよって、3曲は半分つかない状態でやって、
で、MC があったので、MC 中に全部一回立ち上げ直して、やったら治った。え、そんな話を聞いた？はい、今、もちろん報告しました。もちろん報告しました。はい、ね、はい。皆さんね、大変ですよ、本当にね。ミュージシャンが一番大変じゃないかな。またこの林オフィスの皆さんと一緒だと思うので、はい、また来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それで、はい、失敗談をまた、はい、聞かせていただきたく思いますので、はい、ツアーが始まったらまたやりますから、はい、お酒がちょっと入ればもっと、いいね、出てくると思う。じゃあ、はい、打ち上げの時にどっかのほら、はい、何ですか、大阪とかさ、はい、スタッフ打ち上げみたいなところにあるじゃないですか、はい、その時にでも、はい、僕行きますから、はい、ね、わかりました。ベロベロになったところで回すと、はい、ね、全部それでオンエアしてオンエアしということにしましょう。はい、すみません、お忙しいところありがとうございました。